ジェシー・ブラックバーン・ソントンは、アメリカ合衆国出身の農村伝道者。日本にピーナッツバターの製法を伝えた人物としても、知られ、ソントン食品工業の社名の由来になっている。米国モンタナ州セントジョセフ郊外に、メソジスト教会の牧師の子供として生まれる。デンバーの高校を卒業後、就職を挟んで、イリノイ大学に進学。卒業後は、 イリノイ州のグリーンフィールドなどのメソジスト教会で巻き会を務める。選挙のため1904年にインドに渡り、1908年に来日して神戸ユニオンチャーチの牧師をする。1911年米国に帰国、ユダヤ人に伝道をして1913年に再来日。BF バックストンの日本伝道隊に協力して丹波地方の伝道に従事し、 兵庫県柏原町に日本自立聖書学校を開く。この間にピーナッツバターの製造に関わりながら、藤田正直ら電動車を育成した。1926年に米国に帰国し、モンタナ州セントルイスの改修派協会の牧師になった、他、聖書学校の経営もしていた。ソントンの帰国後、日本自立聖書学校は、 日本伝道隊の神学校の御影聖書学者と合同し、1930年に神戸市の塩屋に移転し、関西聖書人学校と改名今日まで継続している。ありがとうございます。